第2段階のスプーン曲げ、念で曲げる。同じスプーンを2本用意し、隙間なく完全に重なることを確認してください。1本を置き、1本を手に取って曲がりそうなところを持ち、揺らしたり強く握ったりしてみてください。さらにスプーンが曲がるイメージを繰り返します。15分ほど続け、2本のスプーンを重ねてみてください。ほとんどの場合、15分で先端に1ミリほどの隙間ができます。30分で2ミリ、45分で3ミリの隙間ができます。今まで一番すごい人は4分で2センチの差が現れました。この方法は力を使っていないので精神状態が強く作用します。曲がらなくても決してがっかりしたり能力がないなどと思わないこと、心地よい時、穏やかで満ち足りている時は誰でも必ず曲がります。これらのパワーは 85% の潜在能力が曲げるのか、宇宙的なパワーが作用しているのかは私にも分かりませんが、充電できるものではあります。